通高校生のレベルで、うん、カウント玉でフォークとかって使わないじゃないですか。使えん。それを初球とか、うん、2ボールで平気で投げてきたりとか。そうなんや。その当時からやっぱちょっとレベルは違うな。そう、俺の時はあれやね、一校への履正社が脅威やったな。あ、山田哲夫さんとかが、あ、一校上の一校上の代が強かったなっていう印象。誰やろうな。で、印象残ってるピッチャー。でも元とかやったらあれちゃうの、やっぱり大谷。大谷ですね、自分は。なんて言うだろう、まあ、藤浪で紅白戦とか対戦してたんで、 その身長がでかくてリリースが前で近く感じるっていうのはもちろんありましたけど、藤浪以外のピッチャーで150キロとか見るのが初めてだったのもあるし、普通高校生のレベルでカウント玉でフォークとかって使わないじゃないですか。使えそれを初球とか2ボールで平気で投げてきたりとか。そうなんや。その当時からやっぱちょっとレベルは違うなと。そうか、そう考えるとそれはなかなかおらんな。なかなかおらんですよね。フォークとか落ちる系で取るのはおらんな。なんやったら変化球で取るピッチャーも高校野球ってあんまりいないじゃないですか。だからカウント悪かったらほとんどストレートみたいな感じだったんですけど、その中でスライダーでもなく、フォークで来るみたいな覚えがありましたね。ここも大谷投手言われたら全員あとかすむんでちょっと違う目線でいかんと。まあまあそうですね、ちょっとひねらなあかんかったですね。まあでも俺はね、あの、2年の秋に、2年の選抜で最初に対戦した1回戦東海大防御の長友っていうピッチャーが、はいはいはい、おってん、はい、で何がすごかったって言ったら太ももめっちゃ太かったいや映像で見ても思いました、うんあれがもう一番記憶残ってる太ももこんなんやってバッターボックス立つやんか太ももで集中してないじゃんほんまに球も速かったね、球も速いんやけどももうナンバーワン、太ももがまあその第一印象、ね、第一印象インパクトがあった。あれを超えるのは今は出会ったことないもん。あ、だからあの人やわそれでそれでいやでもあの有原さんかな、有原、はい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 、広陵 の、はい、あの人はすごかったね。だからそこ、まあ、あの大谷投手と一緒のような感じ、あのチェンジアップでストライク取りに来るとか。ああなるほど、高校生の時ですね。そうそうそう、だからまっすぐも150キロぐらい出てたし、全然その高校の時と今の投げ方って全然その高さが違うね。めっちゃ棒投げ、あの立ち投げやってん、はいはいはい、有原さんってこう立ち投げでこう上から下ろすような感じ、全然沈んでこうへんから、もうほんも2回ぐらい、もう、うえらいとっかくんなみたいな。でチェンジアップはほんま2回3回ぐらい振れるぐらいの感じ。あ、そんな止まるんすか。全然こうへんねん。150ぐらいからの120のチェンジアップってもう3回振っていつかねえみたいな感じだった。ほんまそこの目線でいくとやっぱ有原ね、投手がすごかったなとは思う。あとね、一個上にあの育英高校、わかる？左ピッチャーじゃない？左ピッチャーのあのね、誰やったかな、堀田、あ、そう、はい、堀田投手は左ピッチャーで言ったら一番すごかったかな。ストレートがですか、スライダーがですか？ストレート。ストレートが、うん、あの球こんなんやった。それはどうなんすかゴンくるんすか。そう、球こんなんやった。サッカーボール超えてたもんじゃあほんまになんかガーン来て、でかいピッチャーってほら、おるやろ、迫ってくる感じ。そう、ガーンって、もう、うおキャッチャー取れんのみたいな強烈やないですか。強烈やった。だからほんまにワンバンになるような、なんか、ワンバンやっていうのも普通になんかアウトコースのビタビタでバチンみたいな。すごかった、あれは。まあ、で左ピッチャーだったらあの人が一番やったな。で、それでもプロいかんねやと思って。これは高校はね、まあまあいろんないいピッチャーおったけど。そうですね。チームとかどうですか、対戦した学校で、ここのチームすごかったなとか。すごかったな、どこやろう。俺の時はあれやね、一校への履正社が脅威やったな。あ、山田哲夫さんとかが、あ、一校上の、一校上の代が強かったなっていう印象。あとはないなめっちゃ偉そうっすねあとはない。水野とかも
例えば厚生学院春と夏決勝でやってるとか。厚生もそうですけど、浦和学院とかも強かったっすよね。いいピッチャーやったね佐藤って。そうやね、はい、右ピッチャーやね。右ピッチャーっすね。そうです、そうです。今も社会人やってますよね。は良かったです。佐藤くんもそうだし、全体、あ、全体的に、なんだろう、なんかやりにくいっていうのを感じたんですけど、それなんでかっていうのはちょっと難しいんですけど、やっぱ気迫っていうか、なんていうの、練習とか聞いてもすごいがっつりやるチームっていうのは、聞いてるんで、やっぱり鍛えられてるというか、そういう面はすごい感じましたよね。でもそのほんま春夏連覇してるか別になかったやろ。いや、そんな偉そうなこと言わんすよ、ジョーさん。なかったやろ、別に。言わそうとせんといてください。そんなことない、いやけど、あの、チームっていうより、甲子園で正々校ってこと自分やったんですよ。あの、左ピッチャーな。左ピッチャー、あの、ソフトバンクに大竹君。あこのチームも、もちろん強かったんですけど、応援がすごくて。へ、それも含めてすごいやりにくかったなと。ああ、なるほどね。まあ、そんなんも結構あるかもな、甲子園ってね。確かにね。もアルプスがもう満帆で、で入れないぐらい、OB、正々校の OB の方とかも入れないぐらいもう満帆やったんですよ。そっか、そういうのもあるもんね。はい、森君が2者連続ホームラン。そうです。澤田が打って森が打ったんです。あ、さあちゃん、レフトに打ったやつ。そうです。そうやね、はい、あれ、レフトフライやで、普通、フラフラと行きましたね、なんか擦って、うん、そう、あれだいぶ風やで。風やったっすね。今日1万入るとかやった。1万入るゾーンにスポットこう入れてきた、うん、スポット行きましたね。あれはすごかったわ。あれで流れが来ましたもんね。それまで怪しかったっすもん、ね。能力的に言ったら多分遠いのが多分全然あれやんか。まあまあ、そうあったと思うやんか、はい。でもほんまのピッチャー良かったな、めっちゃ見てて、すごいピッチャーやなと思って、打ちにくかったですね、すごかったね、あのピッチャー。中村武也さん、えぐいな、おった。すごいやん。すごいっすよ。これと質問えぐいな、お題やばいな。そうなんですよ。そういや、ネオくん忘れとったっすね。え、ネオくん忘れとった。ネオくんは、DH 部門なかったっけ。DH にしますか。3番な。OKOKOK、3番ね。はい、OK です。いいわ。せーの、浅村さん。待って、待って、誰やったっけ。あ、浅村さん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 。あ、やっぱり、息合いますわ。浅村さん。めちゃくちゃ。